1人少なくなって追いついたのをどう考えるかなというのがありますけども、柏戦でまあいい戦いを見せて、その前名古屋戦ダメで、今日ダメだったとは思わないんですけど、流れが来てる時にしっかり点を取り切るサッカーをしていかないと、上にこれ以上ついていくのは厳しくなるかなというふうに思います。なんかどうも川崎が勝ち点を落としたっぽいですけども、うちは勝たないといけないんで、まあ引き分けをつなげるんじゃなくて、次の東京戦で合戦でしっかり勝って、波にもう一度乗りるようにしていきたいです。とにかくついていきましょう。以上です。はい、皆さん、あの日産スタジアムにいて間違えても桃色クローバー Z だった人いませんでしょうか。次のホームテーマのお知らせです。8月27日土曜日、日産スタジアムにおきまして、2016明治安田生命 J1 リーグセカンドステージ第10節、鹿島アントラーズ戦が19時から行われます。また9月9日日曜、ここ日発三沢球技場におきまして、 J リーグ YBC ルヴァンカップ準々決勝第2戦大宮アルビジェ戦が18時から行われます。ご家族お友達をお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。セカンドはないかなって感じです。以上です。今日の試合ですけども、前半、大宮がかなり前に出てきて、かなり苦労されたり難しい展開だったと思います。で後半、大宮の足が止まってきて、まあ、イージーモードになってきたなと思ってたら、まあ、二段からか、相手にゴールを許して、さらに木田、まあ、あれはもう完全なレッドで、すごく自分たちで難しい試合にしてしまって、まあ、ギリギリ追いついて引き分けたんですが、もう少し自分たちの良さが出るような形の試合運びがもっとうまくできたんじゃないかと思います。まあ、上を目指すには少しずつ難しくなってきていると思いますが、練習していけばまだ夢が見られると思いますので頑張りましょう。以上です。まあ、よく追いついたという試合ではありますが、やっぱり木田君の退場が僕個人としてはすごく残念。自分のドラッグピースさらわれて抜けたところを、まあ、相手に倒すという、あれがなければもう試合終わってたというところもありますが、あれはやっぱり自分のミスっていうだけの話なので、まあ、次の合戦は出られないので、ちょっとそこは頭冷やして外から試合を見てちょっと勉強してもらいたいなと思います。お帰りの際の交通手段をお願いします。まあ、1人少ない中でも足を止めずに戦ったところの選手たちは本当に見てもらえたいと思いますし、噂で見てた天野純さん、それに会議もすればフィットしてきたなと思いました。他の方も言ってましたが、上にしっかり食いついて最後川津雄大の勢いでプレゼンていきましょう。次の合戦期待しています。まあ、試合としては1人少なくなってから追いついたというので、まあ、強い、まあ、メンタル気持ちを見せてくれたという意味では、伝わるものはあったんですが、それより前にもっとできることあったんじゃないかなというのが本音です。勝ち点3取れなかったので、セカンドの優勝争いを一歩後退というのがまあ現実なので、まあ負けはしなかったと、負けなしが続いているのはまあいいことですけども、次の FC 東京戦どうやって挑むのかで、セカンドステージ全て決まるような気がします。反骨を期待します。最後追いついて劇的な感じですけど、僕は本当に気分が悪い試合です。こういうなんか自業自得で失点をして引き分けっていうのは本当に気分が悪い。なんかもっとしっかりやらないと強く上にはいけないなっていう感じがしました。次の試合には期待します。